皆さんこんにちは。3週間天気お伝えしてきました。時刻は13時1分を回っております。ここからもウェザーニュースライブコーヒータイム、角田直子がお送りします。皆さんよろしくお願いします。さあ週間天気お伝えしていきましたけれども、今日はねお洋服をちょっとまた冬っぽい服にしましたという話をこのコーヒータイム冒頭にしていきました。あ、ただねこれねすごく全身で見ると可愛いんですけど、ちょっとね上半身だけだと地味なので、早く皆さんに全身見せたいなと思ってたんですよ。お衣装可愛い、ありがとうございます。そうなんですよ、実は下の方がフリッとなっているワンピースでした。まあこれねもうどうだろう、3月に入りましたし、色合いも冬っぽいのでね、もうあとは来シーズンの冬まで着ないかなという感じがするんですけれども、はい、ワンピース立って、さっき立ったでしょ。そう、私よくねこのメインでも服見せるために立っちゃうんですが、あ、見えない。見てください、このひらひら、今すんごい背伸びしてます、はい、背伸びしてこんなんなってましたけど。下がね黒のフリフリがついているワンピースでした。あ、皆さんもそろそろ春のファッションに移行してきていると思うんですけれどもね、冬服まだねやっぱり三寒四温ということで寒い日も出てきます。日ごとの気温差大きい期間というのがしばらく続くので、まだ暖かい服は少し準備しておいていただいて、気温や天気に合わせて服装を選ぶようにしてください。体調崩さないように気をつけていきましょう。